ソビエト宮殿、ソビエト宮殿、ソビエト宮殿、ソビエト大宮殿、英語、パレス・オブ・ソビアッツは、ソビエト連邦時代のモスクワで、クレムジンの近くのモスクワ側に面した土地に、計画された建築計画であ、旧聖主ハリストス大聖堂を爆破解体した後地に、会議場などが入る、世界最大のビルが建設される予定だったが、ついに実現しないまま終わった。 ソ連共産党の党大会議場となるソビエト宮殿計画は1931年7月18日、イズベスチア紙に国際建築設計協議コンペの要項が掲載された。1932年に開催された設計コンペには、ソビエト国内の建築家、建築集団のほか、招兵を受けた国外のモダニズム建築家の案を含む272の案が集まった。 ソビエト国内からは、例えば、ロシア構成主義の建築家、コンスタンチン・メイリニコフや、研究所、ブフテマスを中心に集まった、構成主義的な、アスノバ、新建築家協会。これに反発した、社会学的、地域計画的アプローチを、主とする、オサ、現代建築家協会。スターリン主義の先駆となる、ボプラ、全ロシアプロレタリア建築家協会などからの応募があった。 国外からは、ルコルビュージエ、バルター・グロピウス、エイリヒ・メンデルゾーン、ハンス・ペルツヒ、オーギュスト・ペレ、アルバート・カーンなどといったモダニズム建築家も応募し、とりわけ、コルビュージエの案は、屋根の加工の露出など彼の経歴でも最も、構成主義的なものの一つであり、構成に多くの影響を与えた。コンペ応募案しかしこれらの案を尻け、 ボリスヨファンらロシア人二人とアメリカ人一人による計算案が同時に勝者に選ばれた。レーニン時代には公認されていたロシアアバンギャルドに背を向け、新古典主義に基盤を置いた案だった。これには、レーニンと思考が違ったヨシフ・スターリンらの意向があった。国外建築家を招聘した設計コンペの時点から、この時点までにスターリン自身の心変わりもあったとされる。 さらに1932年春に15組の建築家を招待したコンペ、1932年夏から1933年春にかけての5組によるコンペの末、1933年5月10日にボリス・イオファンラの案が選ばれた。イオファンの勝利はソビエト建築史上の転換点となるものであり、ソビエト政府がモダニズムや構成主義といった前衛的な建築から、 スターリン様式と言われる歴史主義建築、疑似古典主義的な様式へと方針を変えるきっかけとなった。近年公開されたヨシフ・スターリンとラーザリーカガノービチの文通によれば、スターリンは1932年末にすでにイオファムン,ンに腹を固めていたとみられる。1932年8月7日のスターリンからカガノービチらへの手紙では、イオファム案を最高のものと認め、 さらに、改善案を出している。イオファンの案は、コンペ初期、古典主義的な長方形の中庭の両端に二つの、構成主義的な大街道が立ち、中庭中央に腕を振る労働者の像が乗った、古典主義的な巨塔が立っていた。この案は、コンペ途中でや、ウラジーミルシュコラ新古典主義建築家が合流して、練り込まれ、大きく、姿を変える。 1934年に公開された案では、二つの大街道は、ケーキのように積み重なってしま、建物頂上に手を上へ掲げた、高さ100メートルの巨大なウラジーミルエーニン像が立つ、姿へと変わっていた。1937年に、ソ連を訪れたフランク・ロイド・ライトはこの構造を、現代のセイゲオルギウスなる試みと称賛している。その下の超高層ビルは、宮殿に入る、 大階段のあるジックラトのような基盤から、列中のある四角い階段状の構造体が立ち上がり、その上に中廊に囲まれた高く太い円筒形の層が積み重なって、頂上に近づくにつれ、セットバックして細くなってゆく構造であり、まるでピーテル・ブリューゲルの描いたバベルの塔を思い起こさせる外観であった。 像の頂上までの高さの合計は415メートルを計画しており、エンパイアステートビルディングより高い、当時の世界最高の建築物となる予定であった。宮殿には大きさの異なる大街道が2つ、主となる大街道は座席数が2万1000人分で、天井口は100メートル、直径160メートルという途方もない規模だった。 小さい街道も6000人分の座席を備えていたと、いくつかの博物館、美術館が入居し、低層階と地下は、自動車などからの乗降のための場所、倉庫、機械設備室が配置されていた。案は、以後も手直しされ、高さは小さめに、デザインも R でコ城を取り入れるなど変化している。宮殿は天に向かって伸びる巨大な梯子のような、印象を与える用意とされていた。 宮殿はモスクワ最大の教会であった旧聖主ハリストス大聖堂の敷地に建てられる予定となっていた。設計コンペが始まる前、1931年7月には教会の解体作業が始まり、1931年12月5日には爆破作業によって教会の構造体は完全に破壊された。しかし、敷地の隣を流れるモスクワ側からの地下水の 寝室によって地下へ8メートル屈削されていた広大な教会跡地は立場迷どんだ水たまりとなり建設作業を遅らせた。政府の命令で宮殿建設工事は最重要事業となり DS と呼ばれる建築用鉄材など専門の建材が開発され建設のための鉄道支線も作られた。1939年には円柱形状である。 基礎地上部のかなりの部分、高さ約27.5メートル、10階建ての建造物に匹敵が出来上がっていた。第二次世界大戦期、1941年のバルバロッサ作戦に始まる独祖戦により、モスクワへのドイツ軍の攻撃が始まり、建設作業は停止された。途中まで組み上がった鉄骨は、モスクワ周囲への要塞線建設や、 鉄道橋建設のために教室するべく解体され、以後基礎建設工事は再開されないままだった。戦中もヨハンラは設計の手直しを続け、戦後には戦勝記念の要素も取り入れた改定案を出した。1940年代末まで建設計画は残っており、スターリンゴシックの超高層建築を設計した他の建屋らも完成予想図に、 ソビエト宮殿の円形を書き込んでいる。しかし、ヨファンの新案が実際に建設されることはなかった。1953年のヨシフ・スターリン氏後、ニキータ・フルシチョフやゲオルギー・マレンコフは、ついに計画を白紙に戻した。唯一完成していた豪華な地下鉄駅は、クロポトキンスカヤ駅と改名された。大きな空き地となっていた建設用地は、1958年からの工事により、 給電基礎を使った公共野外温水プールとなった。このプールは直径129.5メートルもある世界最大級の野外温水プールとして厳冬に悩まされるモスクワ市民に長年親しまれた。参考画像。ソ連崩壊後、大聖堂の再建機運が高まり、温水プールは閉鎖された。1995年1月7日に拒否を投じて、 宮殿基礎やプール施設の撤去と大制度再建が始まり、2000年8月19日、種の検査開催に元通りの姿が蘇っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。